浮き苔は、浮遊性の苔植物の一種。形が鹿の角に似ることから、数の苔、数の苔と呼ばれることもある。また、アクアリウムで用いられる際には、俗名のリシアで呼ばれる。世界各地の池や水田、水路などに生育する。水面下を浮遊するか、水田など湿った土壌の上に群生する。陸生系養状態は、白色色で非常に薄く。 二股に分子することが多い。胞子体は、配偶体に埋没しており、胞子の色は茶色がかった黄色で、直径75から90マイクロメートル。水中に生育するときは花痕を持たないが、陸上に生育するときにはまばらに花痕をつける。なお、水中に比べ陸上での方が養生体が厚くなることがある。アクアリウムでは、 俗名であるリシアの名称で流通している。一般的に石や金網などに固定して、沈水状態で生育させる。アクアリウムで同じように沈水状態で使用する色を持つとは異なり、リシアには活着性がない。そのためテグス糸やリシア専用の固定糸のような、水中で分解されない糸で固定する必要がある。浮遊性のリシアはアクアリウムでも、もともとは、 浮草として流通していた。浮草として栽培されていた時代には、際立った人気の水草ではなかった。リシアは、水槽内に二酸化炭素を添加し、浸水状態で栽培すると、光合成により美しい酸素の気泡をまとわりつける。この栽培方法が考え出されたことで、アクアリウムでのリシアの評価が高まった。ABCDE 秋山博之、水キャラバゴケ栽培。 アクアリウムに使われる、戦隊類、戦隊類研究第9巻第11号、2009年、351ページ、土井、10.24474、ブライアロジェカルリサーチ、9.11348、ABCD 吉野里市、世界の水草728種図鑑、アクアリウムビオトープ、22ページ。 ISBN 978から48億9512万5345。ABCD 秋山博之、日本産浮ゴ家族の方詞、植物分類、地理第34巻4から6、1983年、160から165ページ、土井、10.18942、分類地理、キロジュール0001078459。ありがとうございます。